日本航空高等学校は学校法人日本航空学園が運営する山梨県海市宇都宮にある私立高等学校。国内の高等学校としては極めて珍しい航空課を設置していることが大きな特徴である。石川県輪島市にある日本航空高等学校石川は京大校にあたる学校敷地内にある滑走路、国道52号送電京北詰めより、 国政方向を望む ICAO の基準にのっとり自北からの方位格を示す33の数字が表記されている航空課と普通課が設置されている普通課では収録単位のコース選択制を導入し大学進学や芸術芸能業界スポーツ会等それぞれの目的や希望進度に応じた教育を展開している学校の敷地内には 夕日塾と呼ばれる夜間学習塾があり、南関大学受験等を志す生徒のために、無料で夜間の学習サポートを行っている。日本全国から入学生が集まるため、学校の敷地内に夕日寮があり、全校生徒の約7割が寮生活を送っている。国際交流も大変活発であり、タイ、韓国、 中国などアジアを中心に世界約10カ国の留学生が在籍し、留学生の国籍の国家の建国記念碑等には国旗形容台に日本国国旗と一緒に留学生の国籍国家の国旗が形容される。アメリカオレゴン州ポートランドへの語学留学制度があり、一定基準を満たす希望者は学科、コース問わず留学が可能である。 留学期間は3ヶ月間の短期留学から12ヶ月間の長期留学まで様々であり、個々の希望に応じて選択できる。日本航空高等学校日本航空学園の歩み、ありがとうございます。